のヤマスみたいなさあの、はい、大学院、筑波大大学院卒、はい、細胞生物学、それでね、はい、そあの食品メーカー勤務なんて開発ですよ、なんていうのから少年院卒、院卒さえ院卒さんっていうキャッチもね、面白い、頑張ってもらいたかったんですけどね。あ、いいよ、ね、よかったもんね。あれバッティングがなかったらもうちょっと頑張ったと思うんですけどね。いや、それは言い訳にしちゃダメなんじゃない。それはもう格闘技だ、それ格闘技に言い訳にしちゃダメだよ。朝倉未来に有利な68でやったんで、65でやるべきですね。お前辛いね、辛いね。いや、65がだって、うん、タイトルマッチの体重ですから。まあだけど減量がきついんですよね。うん、だけど、まあ、あの山瀬選手はまだまだあのもっと出てきてもらいたいよね。面白かった、ね、面白かったですよ、うん、ただ今回僕はあの浅倉未来やっぱりあの覚悟を決めてたなって気がしたよ。ああ、はい、うん、やっぱ圧をかけてきましたもんね。モチベーションが全然違ったっていう、うん、圧かけてたしね。あ、うん、安全圏でカウンターを取ろうっていうようなさ姿勢じゃ全然なかったじゃない。出なきゃ最後の左ストレートと左ハイキック、はい、それこそ君の言う当て感ですよ。普通に考えて、ね、はい、サースポーの左ストレートと一発の左ストレートですよ、奥手でよ、それから左ハイよ、それって入らないじゃないですか。そうですね、まあ、はい、その前の三日月蹴りが多分布石で効いたと思うんです。そうそうそう、あれみんな前蹴りだと思ってるけど三日月だよね。三日月ですね、うんうん、それで山瀬選手は上体が立ってるんで、うん、やっぱ効くんですよね、うんうん、これだね。あ、うん、あれはあの三日月効いたね。そうですね、だからもう、うん、もう上体伸びてるというか、うん、ああいう なんていうんですかね体の状態だともろに入るし効くんです、ね、うん、効いてしまうので、うんうん、だからあれが布石となってストレートだったりハイが入ったと思うんですよね、うん、でもストレートにしても左ハイにしても当たり前だけど遠間の技でね、遠間の技っていうのは当然だけど見切れるわけですよ、はい、ね、距離が近いじゃない。井岡のさ、はい、あのものすごい至近距離からのさショートの左フックって受けられないのはしょうがないかもしれないけど、あれだけの大技をあのあで精度最後放り投げた時のさ当たった場所のところにちゃんと行ってるかどうかっていうのが精度じゃないで、はい、あれが当て感じゃないですか。あれ、まあ、あれこそ当て感じゃない。朝倉兄弟は、はい、まあ兄弟ともにその2つが兼ね備えて持ってるんですよね。持ってるよね、当て感余計感っていう。そうそう、持ってるよね、はい、うん、だからそれがいい方向に出たのは兄貴だったよね、うん、そうですね、ぜひクレベル小池とやってもらいたいですね。そっち行くクレベル小池。クレベルでしょう。あ、クレベルは強い。ちょっと待って、クレベルと誰をやらせたの？ミクル？ミクルですよ、だって同じ階級ですよ。いや、そうだけどチャンピオンは斉藤豊だから。いや、だから、うん、1個挟めばいいんですよ。でもあの朝倉とクレベルやって、うん、勝った方が斉藤に挑む。ちょっと待って、そこでさっき萩原を、うん、まあ、あのスクールしちゃった、あ、萩原じゃない、ごめんなさい、平本をスクールしちゃった萩原が、平本が勝ったら俺とやってもいいと朝倉が言ったから、朝倉未来選手が言ってたから、俺と朝倉未来選手でしょって名乗りを上げてたよ。いや、ちょっと実力差がありすぎて賭けになんないですね。あ、そう、なんないと思います。ハイヤラと朝倉未来じゃ実力差がありすぎだったら全然違います。まあグリーンボーイ同士、あの初戦グリーンボーイ同士だったっていうことね、平本と。じゃあ平本全然、平本と朝倉やってたらもっと話にならなかったってことじゃん。絶対そうですね。そうだろうな、うん、よくまあ噛みついたね、あの2016年中には仕留めてやるとか朝倉のバカとかさ、ひどいこと書いてたじゃない、あの平本は。なんで先輩に対してあんなにリスペクトがないのかね。それがプロだと思ってんですかね。いや違うでしょ、だって K-1 の時それやってないじゃん。今でも K-1 の人たちと付き合ってる時にそれしないじゃん。だからあれが俺ね、
失礼だと思うんだよね。 K1 の中では選手に対するリスペクトあって、でも K1 の方が上なんだと思ってたんだと思うんだよ。だからここ の総合に入ったらリスペクトする必要なんかねえんだよっていう態度を取ってるじゃない。そうなんですか。いやだってしてないじゃん、誰一人リスペクトしてないじゃない。それしかもリスペクトしてなくてよくやろうって思いましたね。いやだから全部俺が勝てると。でしかもさ、リスペクトしてないっていうのは少し舐めたことを言うっていうんじゃなくて、バカとか要するに人間じゃねえとかね、ちょっと言っちゃいけない言葉使ってたよね。まあ今回ゴミ選手もね怒ってたけどね、人として使っちゃいけない言葉を使うんじゃねえよって言って、で金玉おじさんとかね、またそれをメディアがもう金玉おじさんなんか流してんじゃねえよって言って怒ってましたけどね、まあ終わった後はなんかまたまあよかったよお前っていうような感じでおおらかなところをゴミは見せてましたけど。そうか、まあじゃあプロの目としてね、まあ特にまあ総合やってて総合的なものをやってて、かつ打撃のプロの目であるところで見ると、朝倉未来と萩原、それから平本と萩原は相当差があるってことは分かったけど、はい、もう全然勝負にならなかったっていうふうに思ってたのね、実は。はい、持ってたわけでしょ。あ、そうですね、うん、あ、平本と萩原は、うん、もしかしたら平本行くのか、いや普通にどこどこかなとかみたいなどこどこ行っちゃうのか。普通に考えたら萩原だよなっていう感じでしたね。でもあの2人のレベルと朝倉未来のレベルでは相当まだ差があると。差がありますよね。あるよね。でそのタックル仕方であったり、うん、でも芦田がね1枚入ってるんですよ。芦田に負けてるじゃない、芦田選手に、萩原選手は、はい、ね、完全に負けてるんで、芦田選手乗り越えないと朝倉にはできないよね。まあそうですね、うん、あと、うん、斉藤選手が朝倉戦の前に、うん、やって勝った試合で、その、うん、誰と、その名前がちょっと思い出せないんですけど、シュートの方、シュートの方、逆転で勝ってんですよね、シュートサッカーボールキックかなんかで。ああ、シュートじゃなくて、ライジンでやったやつですね。真島選手。そう、真島選手の方が、うん、トータルで、俺は斉藤選手強いなと思ったんですよ。それで、斉藤選手が朝倉未来に勝ったから、うん、この真島選手も、ちょっと加えて、そのトーナメントみたいなのやったら面白いのかな。なるほど。朝倉未来選手も真島選手の方を押してたみたいね、喋りで真島強いって言ってたもんね、うん、それでサッカーボールキックで逆転してびっくりして、それでこういう試合でね、これが一番っていうんだったら俺がやってやりましょうかねって言った経緯があるじゃない、その場で、はい、アドリブで言ったっていうか、はい、だ真島復活の話と斉藤豊があって、それでクレベル小池がどのぐらいかと、クレベルが一体クレベルは相当強いでしょう、打撃も相当うまいらしいですよ。